どうもハンサムグロージです。今日はですねコンビニで売ってるタピオカスイーツを買ってきたので食べ比べてみたいと思います。ファミリーマートのタピオカミルクティーパフェとセブンイレブンのタピオカミルクティーゼリーを買ってきました。どっちもタピオカが入ってるんですけど、どっちが美味しいのか確かめてみたいと思います。まずはセブンイレブンのタピオカミルクティーゼリーからいただきましょう。一番下にタピオカが入ってて、その上にミルクティーゼリーとミルクティームース、で一番上にホイップクリームがかかってます。こんな感じです。結構ちゃんとミルクティーというか紅茶っぽい香りがしますね。タピオカこんな感じでたっぷり入ってます。いただきます。うん、プリプリ系、弾力がある感じじゃないですね。なるほどね。あのタピオカがですね、お店とかで売ってるタピオカとは違って、タピオカ風こんにゃくなんですよね。なんでこんにゃくゼリーみたいな感じで、弾力がある感じではなくて、つるっとプリッとゼリーに近い感じですね。全体的にゼリーの食感が勝ってます。だからタピオカミルクティーゼリーっていうより、ミルクティーゼリーかっこタピオカ入りくらいの印象ですね。味はあのミルクティーの甘さと独特の香りがあって美味しかったです。そうですね、ヨンハンさん。次はタピオカミルクティーパフェ。こちらはファミマの商品です。これはもう全面にタピオカが出てますね。よいしょ、すごい。パフェだもんね。あ、なんかスポンジみたいなの見えますね。美味しそう。いただきます。タピオカプニプニ、美味しい。ファミリーマートの方がタピオカの食感がちょっと弾力強めな感じがしますね。原材料のところもちゃんとブラックタピオカって書いてるし、タピオカなんだな、これが。で、全体的にゼリーが多め、中身の大半を紅茶のゼリーが占めてるんですけど、ゼリーもあえてなのかちょっと柔らかめに作ってあるので、タピオカの食感を強く感じれましたね。でスポンジみたいなのも入ってて、食べ応えもしっかりありました。紅茶のゼリーの甘さもね、なんか自然な感じであっさりいただける感じでした。ご飯様、うん、はい、ということで食べ比べてみました。まあ、どっちもあの個性があったんですけど、僕はファミリーマートの方が好きですね。まあ、量もこっちの方が多かったかなと思います。ただまあやっぱりタピオカ中心でいてほしいっていう気持ちはちょっとありますね。もっとタピオカ入れてくれないかなみたいな。僕このカップ一杯タピオカ入ってても嬉しいですから、やっぱこのプニプニした食感をずっと感じてたいっていうのがあるので、もっとタピオカ入れてほしいっていうのがもう僕の希望ですね。そのこの2つをセブンファミマを踏まえて、ローソンさんお願いします。タピオカいっぱい入ったタピオカスイーツぜひ作っていただきたい、そんな風に思います。ということでごちそうさまでした。気になる方はぜひセブンイレブンファミリーマート行って食べ比べてみてください。どっちが美味しいのか皆さんの意見を聞きたい。はい、そんな感じで、以上ハンサムクロージでした。バイバーイ。